はいこんにちは国語が苦手な人のための講座今日は、えー、野口秀夫というねお医者さんの話なんですよねこの野口秀夫という人はまあ、昔政作という名前だったんですけれどもさあこの政策は一歳半の時大やけどをして左手の手首の先が一本の棒のようになってしまった だから指が全部くっついちゃってねこんな感じなんだよね離れないんですこうねずっとつらい思いをしてきたが人々の善意で15歳の時手術を受けられることになったんですさあそして手術をした場面おおよく我慢したえらいえらいぞ長い手術を上上終えたドクトルは 手放しで制作の頑張りをいたわり、たたえた。せ、先生、せ、成功しましたか成功したとも、三週間も経てば傷はすっかり治る。この喜びの知らせは、付き添いに来ていたよしによって、大急ぎで鹿のもとへ伝えられた。おばさんおばさんうまくいったぞ鹿は、 鹿は仏壇に向かい一心不乱に観音教を唱え祈り続けていた時で思わず弾かれたように飛び上がった。おー、ありがたやありがたや、吉次さんありがとうよ。鹿は秋の夜道を20キロ余り走りに走って知らせに来てくれた吉次に何度も何度も泣いて礼を言った。手術の経過はよく政作は3週間を待ちきれず10日で退院した。 実は3週間も入院している費用がないので、早めに出てしまったのだ。ちょうどその日、見舞いに来てくれた旧友の安兵衛と一緒に茶、近くの写真館で記念写真を撮った。まだまだ無理をしたらいかん。毎日治療に来たまえ。政作は包帯を巻いた左手を肩から紐で吊るし、往復40キロもある道を2週間通い続けた。 稲芦湖も途中の滝沢峠ももう冬を迎え寒々としていたが、制作の足取りは軽かった。やがて包帯の取れる日が来た。どうだよく見てごらん。展望だった左手に確かに普通の指の形とは違うが、5本の指があった。初めて見る自分の指だ。 ドクトルが差し出した湯のみを製作は危ない手つきで何とか落とさずに持つことができた。うわあ、持てた、持てた。よし、だんだんうまく持てるようになる。早くお母さんに見せてあげるがよい。製作はドクトルに礼を言うと、大急ぎで家に向かったが、途中何度も足を止めた。うん、5本ある。何でも持てる。 左手の指を改めそばにあるものをつかんでみては治ったことを確かめずにはいられなかった家で待っていたしかもボロボロと涙をこぼして喜んだがせいちゃんこれもみんな先生方や友達衆のおかげだどこのご恩決し,して忘れちゃなんねえどと泣き泣きくどいほど念を押した制作はみんなの親切を忘れまいと改めて思ったが もう一つ強く心を打たれるものがあった俺の棒みてえな手からこんな5本の指のある手に直せるなんてお医者さんって偉いな立派な仕事だな俺らもうドクトルみたいなお医者さんになりたいだって俺らみてえに体の不自由だった人や病気の人も数えきれねえほどいるんだもの俺はお医者さんになってその人たちを助ける仕事をして俺はお医者さんになるぞ 制作の胸には左手を治してくれたドクトルへの感謝の気持ちから自分もその医者となって弱い者を守りいたわる目がこの時をきっかけに芽生え始めてきたのださあじゃあ確認してみましょうねこれね。 さあよく我慢した偉い偉いぞ長い手術を終えたドクトルは手放しで制作の頑張りをいたわりたたえたせっ先生成功しましたかさあ手術は成功した失敗した成功なんです3週間も経てば傷はすっかり治るこの喜びの知らせは付き添いに来ていた吉シによって大急ぎで歯科人のもとへたどえた伝えられたんですおばさんおばさんうまくいったぞ 鹿は仏壇に向かい一心不乱に観音教を唱え祈り続けていた時で思わず弾かれたように飛び上がった。おおありがたやありがたやヨシさんありがとうよ。さあちなみにヨシジは何キロ余りを走って知らせに鹿のところに来たんですかそう、二十キロですよ。 手術の経過はよく、政作は3週間を待ちきれず、さあ10日ほどで退院してしまいます。さあなんで10日で退院しちゃったんですかそうなんです。実は3週間も入院している費用、お金がないんです。だから早めに出ました。ちょうどその日見舞いに来てくれた旧友の安兵衛と一緒に近くの写真館で記念写真も撮りました。 さあ、まだまだ無理をしたらいかん。毎日治療に来たまえ。と、政作は包帯を巻いた左手を肩から紐で吊るし。さあ、往復何キロある道を2週間通い続けましたか。そう、往復40キロですよ。もう、稲わしろ湖も途中の滝沢峠ももう冬を迎え、寒々としていたけれども、政作の足取りは軽かったんです。やがて包帯の取れる日が来た。 さあどうだよく見てごらんさあ展望だった左手がどんな風に変わりましたかそう普通の指の形とは違うけれどもちゃんと5本指があるんです初めて見る自分の指です ドクトルが探した、差し出した湯呑みを持てた、持てなかった。そう、ちゃんと持てることができました。うわぁ、持てた、持てた。よし、だんだんうまく持てるようになる。早くお母さんに見せてあげるがよい。制作はドクトルに礼を言うと、大急ぎで家に向かったが、途中何度も足を止めました。何のために足を止めるんですか そうです。指が5本あることを確かめて、もういろんなものを掴んでみては治ったことを確かめるんです。家で待っていたしかもボロボロと涙をこぼして喜んだが、せいちゃん、これもみんな先生方や友達衆のおかげだぞ。このご恩、決して忘れちゃなんねえぞと泣く泣き、泣き泣きくどいほど念を押した。 政策はみんなに親切みんなの親切を忘れまいて改めて思ったけれどもさあもう一つ強く心を打たれるものがありましたさあもう一つ強く心が打たれたものってどんなことでしょうかそう オラの棒みたいな手からこんな5本の指のある手に直せるなんてお医者さんってすごいな立派な仕事だなと思ったんです。さあ、そして自分もどうなりたいと思うのですかそう。オラもドクトルみたいなお医者さんになりたい。オラみていに体の不自由だった人や病気の人も数えきれねえほどいるんだもの。オラ、お医者さんになってその人たちを助ける仕事をして、オラ、お医者さんになると。 政策の胸には左手を治してくれたドクトルへの感謝の気持ちから自分もその医者となって弱い者を守りいたわる目がこの時をきっかけに芽生え始めてきたのだ神戸純吉野口秀夫よりいいなと思ったらチャンネル登録応援したいなと思ったらメンバーシップお願いします。 では今日はここまでにしましょう。